法輪堂書店、高田の馬場店、臨時公開講座受付中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、手書きするなら筆金はこれだぜでござる。今日は雑談です。創作単語スロットで、出てきたの単語。で、創作単語スロットでこう回してみたら、紙、ペン、鉛筆っていう、そういう3つの単語が出てきたんで、この3つをお題にして、紙っていうのはデッドね。これは特に話をすることもなさそうなので、ペンと鉛筆っていうのが出たんで、ペンと鉛筆で、そこら辺の筆記具の話をしようかなっていうことです。先に言っておくと、今時の作家、今時でなくてもだな。手書きで原稿を送るって人はいません。僕が、キーボードで書く最初の世代ぐらいですね。で、僕がすでにデビューして32年なので、ほとんどいないよ。ただ、そうは言っても、僕は兼業の時間が長かったので、隙間時間に書くっていう習慣をこうつけてたのでね。そうすると、メモ用紙だとか方眼紙にこう手書きでタタタとこう隙間時間を見て書いて、それをキーボードで清書するっていうことが長かったので、意外とこのメモ帳に手書きっていうメモ帳というデバイスってない執筆をする上で非常に便利なものなので、充電切れの心配もしなくていいし、で、書いてるところまでパパッと見えるし、書いたり直したり書いたり直してっていう更新履歴がそのまま残るので、じゃあどれにしようかっていうことで、いろいろ考えに迷っているときにね、便利なんですよ。で、ノートは何にでも書くので、基本、このポッドキャストの台本は B5 の方眼紙に、B5 の方眼紙に、ボールペンでタタッと書いて、あと、赤ペンで、片っ端から書いたそのものを赤ペンでこの順番に書くっていうふうに、こういうふうに話ちょいちょいあっちこっち飛ぶからさ。一応わかりやすいように、赤ペンでこういう順番に書こうっていうことをやってはいるんだけれども、書く方は、ペン、鉛筆、ボールペンが中心だな。お題の中に鉛筆って一つ入ってたので、先に言っておきますが、鉛筆意外と使います。前は 4B の、ユニを使ってましたけど、今シャープペンシル、0.5mm のシャープペンシルを使ってます。で、何に使うかっていうと、長辺のゲラ直し、長辺を書き上げた後に、そのゲラが来ます。で、そのゲラは、雑誌のインタビュー記事だとか雑誌、連載などはなど短いものはね、PDF で来て、で、それを PDF で、上がってきた PDF に書き込むっていう形を取ることが多いんだけど、長編の場合は、分量が多いので、また紙で出してくることって多いです。で、4B のシャープペンシルで書きます。意外と赤ペンっていうのは、意外とゲラ直しの時は使わないです。要は、直したりするのに赤ペンだと本当に議論の余地なくはっきり間違いということなので、そういうことってそんなにないんだよね。どっちがいいですかっていうとか、そういうお問い合わせだとか、こっちにしようかとかっていう、そういうチェックだとかが多いので、で、なんで 4B かっていうと、要は、その、こう、たくさん書くので、そうすると、軽い筆圧でもはっきりわかるものっていうことで、おのずと 4B っていう選択になります。で、岐阜では 4B の 0.5 ミリのシャープペンシルの芯なんて売ってないので、もう Amazon で取り寄せてるよね。ペンについては、万年筆にする、万年筆と、水性ペン、ボールペンでね、ジェルボールペンでゼブラのサラサっていうのがすごく使いいので、まあこの2つをこう適当に交互に使ってます。万年筆はパイロットのカスタム74っていう1万円ぐらいのものです。そんな高いもんじゃない。このやっぱ手の馴染みっていうのがあるので、こう黒軸の前グリーンのやつを使ったんだけど、グリーンは滑るんだよね。で、やっぱりね、エボナイトの黒軸が一番使いやすいので、これの、中字、M っていうのの中文字っていうやつを使ってます。まあ、いろいろ試したんだけど、モンブランだとかもやってみたんだけど、モンブランちょっと硬いよなとか、割とそういうことっていうのは、何してたくさん書くので、やっぱり、結構気になりますよね。で、結局、このパイロットのカスタム74に落ち着いて、これで30年この仕事やってて、まあ、2本目です。あともう一つは、ゼブラのサラサってやつ。で、これは、0.5 ミリか、売ってるやつは、世の中に出回ってるのは 0.5 ミリのサイズなので、0.5 ミリのやつを買ってきて、で、芯を、こう、Amazon で取り寄せてます。1.0 ミリか、1.0 ミリと 0.7 ミリ。ちょっと太めですけども、この芯に取り替えて、やってます。で、万年筆に非常に書き味が似てるんですよ。万年筆に書き味が似てるんだけれども、ペン先が乾くこともないので、まあ、カスタムも乾かないけどね。こう、500円ぐらいの万年筆を使うと、ちょっと筆を置いておくと、万年筆が結構すぐに乾くので、あれイラッとするんでね。カスタムはそういうことないんだけども、ゼブラのサラサ、これ1本100円ぐらいなんだけど、優秀です。ただ、まあ、当たり前なんだけど、1ミリの太さって、太さのやつは 0.5 ミリの倍ぐらいのスピードでインクが減るんだよね。だからすごい勢いでインクが減っていくっていうところがちょっと難点かな。だから何本か予備をペンケースに放り込んで、それで外で書くっていう、そういったことをやってます。もう今日は本当にすごくどうでもいい話で、すみませんが。まあ、雑談の日もあるということで、2022年5月14日土曜日、法輪堂商店高田馬場店で鈴木喜一郎小説講座臨時公開講座をします。ゲストは長谷月元也さんをお招きしています。参加の申し込みは法輪堂書店イベントで検索をかけるか、概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらからアクセスしてください。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・ランポー賞や横溝正史賞、大読み物新人賞など、圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木貴一郎作家日記、そんなところで。ではではでは。